タイ国鉄 NKF 型機動車は、1985年9月1日、営業運転を開始したタイ国有鉄道の一般系機動車である。車番は1200。すでに導入されていた THN 型とほぼ同様の構造となっており、しばしば THNNKF 型とも呼ばれる。前述の通り、TNH 型と同様のステンレス製である。 本線とマハヤチャイ線の登場時の塗装は、警戒色として、前面の窓部以外が黄色に塗装され、車体用部に黄色の帯が巻かれているものであった。現在の道塗装は青色、オレンジ色、薄桃色を組み合わせた複雑なものとなっている。メイクロ温泉の塗装は、本線から道線へと NKF 型が転属した、当初は警戒色として、前面の窓部以外が黄色に塗装され、 青色の帯がアクセントとなったものであった。その塗装は、マハヤチャイ線で運用される一部の車両にも存在したが、2010年代に入り赤色、黄色と緑色の帯が配置された、メイクロ温泉オリジナルの塗装に変更された。車内は、ベージュ系を、基調、座席配置は、セミクロスシートとし、車内の作りは、日本国内向けの車両と類似している。また、 ヒレ棒のため扇風機が設置されている。客用扉は引き戸式。THN 型との大きな違いは、THN 型では座席がコイル式クッションを合皮で覆った形状の客車用とほぼ同様のものであるのに対して、NKF 型では座面全体が FRP 製のものが採用されている点である。以上の特徴から日本の鉄道ファンの間では THN 型とともに、 タイノキハ47の名前で呼ばれることも多い THN 型と共通の運用についている当初は近郊列車用として投入された本形式であったが現在は万国近郊区間の近郊列車から急行列車に至るまで北本線、東北本線、東本線、南本線と各本線の支線で幅広く使用されている特に 600km 以上を走るバンコククルンテープ発、ノンカー以降の東北本線急行77列車、及びその袋である急行78列車は、夜行列車であるにもかかわらずセミクロスシートであり、またエンジンの騒音や振動も大きいため、NKF 型が投入される列車としては、とりわけ、過酷な列車として特筆される。 1 2 0 1から1208万1211から1212 12万1214から1215計1234兆1248億1255万1260は、マハヤチャイ線で、1216兆1221億1227万1241は、メイクローン線で運用されている。事故により、廃車となった。 本車両の形式名である NK 会は日本車両、近畿車両、富士ヘビーインダストリーズの頭文字を取ったものである。比例防車のため窓は開け放たれていることが多い。イカロス出版、大乗り物旅 P72、732017年10月30日。ありがとうございます。